プサンで人気のソルビンの本店に来たっていうことなんですね。So which one is really like apple mango and the king mango? どっちも高い方でもいいよ。1000円しか変わんないし。金マンゴーでいい？まあ日本でいうかき氷みたいなものなんですけど、まあ僕が子供の頃韓国にいた頃はこのソルビンってなかった気がしまして、その代わりにパッピンスってものがあったと思います。でパッピンスっていうものはどういうものかっていうと、まあかき氷の小豆、日本でいう氷小豆みたいなものに寒天みたいなものがたくさん乗っていて、なんかちょっと自分的には寒天がすげえ苦手だったんであんま好きじゃなかったんですけど、まあ、知らない間にソルビンってのが出てて、でしかもここのソルビンいろんなものが注文できて、そのアップルマンゴーソルビンだったりキングマンゴーソルビンだったり、きな粉のソルビンだったりティラミスのソルビンだったりで、あとメロン半分ぐらいをガバッと乗っけてるようなものがこのフェアで打ち出されてたんですけど、まあ、とにかく我々欲張りなんでオーダーがめちゃくちゃ長いんですよ。決めてからっていうよりはああでもないこうでもないみたいな話しながらですね。でしかも欲張りなんで1個の味っていうよりは2人でまあ違うものをオーダーしてシェアするっていう、まあ、そういったやり方なんですけど、まあ、いつも基本パートナーが僕の要望を聞いてくれて僕が食べたい2つの味をさせてくれるんですけども、まあティラミスもうまそうだなみたいな話になったんですけど、さすがにティラミスはティラミス屋さんで食べようよってことになって、まあマンゴーがしかもアップルマンゴーよりも高いキングマンゴーがまあ1000ウォン高いだけでたっぷり乗ってるんで、まあこれをオーダーしようかなっていう感じだったんですけど、まあとにかく2人とももう余裕なさすぎて、子供がねママママママって言っても二人とも完全シカトで、ああでもないこうでもない、あこのハーフハーフのセットにしたらちょっと少なくなっちゃうからとか、はい、そんな熱心に注文してるところでした。じゃあこれとアプリしようよ、ティラミスはまた別のところで。 This one キングマンゴーときな粉のアイス2つのっけのやつを持ってるんですけども、重くて重くて、でこれをまあ2階は混んでたんで3階のリラックスしたエリアで食べようかなと思って、まあみんなの喜ぶ顔見たくて見たくてですね、そんな気持ちでした。どっち食べたい？マンゴーときな粉。やっぱきな粉。買ってこのアイスクリーム。マンゴーも食べたいな。すごいね。うん。美味しい。美味しい。うんも。私マンゴー。お母さん、このお餅が美味しいよ。これ食べて。このお餅が美味しい。ふわふわ。こじゃ、これがお餅だ。お餅、きなこ餅。このきなこのソルビンめちゃくちゃうまくて、2つ乗ってるこのアイス、多分きなこを練ったもの。をアイスにしてて、でしかもそもそものこの氷が水がいいのかめちゃくちゃふわふわしてて、まあカンナで削ってるのかなっていうか、まあすっごいふわふわしてるのに溶けにくいから、まあ水もめちゃくちゃいいんでしょうね。まあ、とにかくこのアイス系って子供にめちゃくちゃ喜ぶんで、ま
子供が喜ぶ株が一番ですよね、うん、マンゴーおいしい、マシそう、氷がうまいね、うん、だから水が違うんだ、マシそう、コトマシそう、おいしい、コトマシそう、コトマシそう、マシそう、コトマシそう、マシそうって言うの、ノーマシそう、マチャラ、マチャラ、ノーマシソって出たから飲んだ、まあ、マシソってのは、まあ、コリア語で美味しいかっていうふうに聞いてるんですけども、まあ、母親が聞いて、俺が聞いて、パートナーが聞いて、まあ、そんなマシソ爆弾なんて食べてる子供を食べてることに集中してるんで頭に入んないんですよね。それをもう大人が美味しいか美味しいか美味しいかってことをコリア語で聞きまくってるんで、なんかそういうので嫌になっちゃったら困るなと思いつつ、まあマチャラっていうふうに言ってたのはタガログ語で美味しいのがマサラって言うんですけども、ああマサラって美味しいなって感じで言うんですけど、まあ、ちっちゃい頃からマサラっていうのがこう舌が足らなくてですね、マチャラマチャラっていう風に言っちゃうんで、まあ、それをマチャラっていう風に聞いてるって感じなんですけども、まあ、とにかくみんなでガツガツ食べるのはちんちゃんはっす、あ、これが、うん、これきなこ味だよ、こっちはアーモンド、どっちにしてもコトはこれが好きみたい、マンゴーも美味しいよね、これ高いよ、これ買ったら日本で、そうだよ、だって量がすごいもん、これアップルマンゴーと違うわ、マシンだよ、マシンだよ、うん、これ美味しいわ、まあこのソルビンってのは大体どれくらいの値段かっていうと、このでっかいお椀一杯、丼一杯来て、まあ、大体きな粉の方は安くて、まあ、1000円ぐらいで、このキングマンゴーの方はまあ1300円ぐらいなんですけど、どっちも本当にめちゃくちゃうまくて、まあ、好みで言うと、まあ、きな粉の方が僕は素朴で美味しかったんですけど、このキングマンゴーも、まあ、アップルマンゴーとかってのはセブンイレブンで冷凍マンゴーとか売ってるけど、そういうのアップルマンゴーだと安いんですけど、本物のこうマンゴーだとめちゃくちゃ高いんですよね。日本でマンゴー作ってるところって、まあ、一番有名なのは僕の中では沖縄なんですけど、沖縄でマンゴー買おうと思ったら、まあ、アップルマンゴーは安いにしても普通のしっかり完熟のマンゴーを買おうとしたらめちゃくちゃ高くて、1個4000円とかが普通ぐらいなんですね。でただまあ実はそれ観光客用で、本当にこう沖縄でもあんま観光客が来ない、地元の人たちが行く JA っていうのコープとかに行くと900円ぐらいで4000円ぐらいのものが置いてたりするんで、まあ、一時期マンゴー探しっていうか、美味しくて安いマンゴーを沖縄で探すことにめちゃくちゃハマっちゃって、まあ、そんなことやってたんですけども、このマンゴーは普通にチェーン店でこんなやばいの出してくるんで、韓国スイーツやっぱ人気の理由分かりましたね。頭キーン、あ、お餅があるの、お餅あるよ、これそうじゃん、アーモンド、ま、落ち着いて、落ち着いて、口なくなったらアーモンド食べ過ぎると頭キーンって、あーんってなるから気をつけて、氷だけあげられないのかな、きな粉は OK なの、きな粉だけ逆に粉これね、ねえ、ねえ、